ついに、モが、身型護衛艦に、VLS 装備へ、魔改造との情報をキャッチしました。今回は、モが、身型護衛艦への後日装備だった VLS を詳しく見ていきますね。悪魔的建造能力はもはや、中国超えですし、オーストラリアやフィリピンなど各国から注目を集めています。日本の造船所が、護衛艦を急ピッチで建造しているとの話も、これってマジ。日本の防衛を考える上でのガイドラインとなっているのは、その安全保障政策の基本の指針として定められ、時の政府の閣議決定によって進められる国家防衛戦略であり、最新版は、2022年12月に策定が行われている。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画の大綱と呼ばれていた文書であり、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後の2019年度以後の防衛計画の大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形をとっている。そんな国家防衛戦略では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を据えていると言えそうで、4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核をなす部隊に位置づけている。そして、それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という体制が明示されており、それ以前と比較して、最後の哨戒艦という、艦首が新たに追加された状況だと言ってよいだろう。残る護衛艦54隻、潜水艦22隻という、体制は、2014年度以後の第25期の防衛計画の大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は、同数から若干の体制増が打ち出されたものである。そんな海上自衛隊の艦艇の中にあって、造成基調にある護衛艦ではあるが、そこには、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG が8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH が4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況である。2023年度からの防衛予算案の増額に伴い、こうした護衛艦の中で、最も単価が高額なイージス護衛艦も2隻が新規建造されることが決まっており、また、日本独自のイージスアショアの代替を行う目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されている。そうした状況下で、数の上では、今後の海上自衛隊の艦艇の中核となると位置づけられているのが、2022年の春より収益を開始したのが身型護衛艦であり、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD を代替する目的で配備が始められた。モが身型護衛艦の基本仕様は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体となっており、海上自衛隊の艦艇としては、初の艦首記号 FFM が付与されたこともよく知られている。このモが、身型護衛艦の新装にあたって付与された新たな艦首記号である FFM とは、艦艇の規模を表すフリゲートを、FF、多用途、対機雷戦闘を表す M より命名されたと言われており、汎用性の高い水上戦闘艦を志向していることが伺える。モが身型護衛艦は、機関構成にはコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせており、最大出力は、7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている。また、兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用に、ムセア、ラムを1機、対艦攻撃用に、国産の17式 SSM-4 連装発射塔を2機、324mm の三連装単魚雷発射艦を2機等の装備を前提としている。他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されるフリゲートが、主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることを鑑みれば、
も、が2型護衛艦の兵装は比較的に抑えめとも感じられる。しかし、も、が2型護衛艦の最大の特徴としては、その見た目からも、想像が、容易な高度なステルス性能が挙げられ、艦橋の上部には、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積の低減を強く意識していることが見て取れる。加えてもが、2型護衛艦は消費とかにも注力されており、定員の乗組員数はおよそ90名とされており、同艦が、大体の対象とした阿武隈型護衛艦の同120名に比しても、25% もの乗組員数の削減を実現している艦艇となっている。そして、も、が2型護衛艦は、満載排水量で、5500トンもの大型の水上戦闘艦でありながら、従来は、もっと小型の専用の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力を付与されており、その点からも、コンセプトの多用途性の実現が図られている。この追機雷戦闘に向けてもが2型護衛艦は、専用の対機雷戦用の 999-11 ソーナーシステムを実装しており、共に、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV-OZZ-5 を運用する能力を与えられている。これら敵の散布した機雷を取り除く機能にプラスして、もっか、2型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装することで、自身が、機雷の敷設も可能となっており、有事の際には、対象となる海上の封鎖にも、その能力が期待されている。こうした数々の新機軸の導入により、まさに多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にない機能を実現させたもが2型護衛艦は、阿武隈型以後の初雪型、朝霧型の TDO も全て代替するべく、22隻の大量建造も視野に入れていると召された時期もあった。ことに、2018年度に出された関係文書の中には、もっか、2型護衛艦は、2018年度以後2037年度までの間に、総数で22隻を建造し、各々の艦艇を、建造から40年間にわたって維持、運用するという記述が見られ、先の推察が現実味を帯びていたと言ってよかった。しかし、昨年の2023年1月末には、防衛装備庁自身がもっか、2型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったため、同艦の建造は、2023年度分までの累計の12隻で終了することが明らかになった。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM の建造を、2024年度分から10隻を新造する方針であることを示したが、さらに、同年8月末には、防衛省が、自ら、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とする旨を発表するに至った。この方針変更は、現行のもが、2型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したか否かは説明されてはいないが、日進月歩を続ける軍事技術の進歩の速度に対し、既存艦を22隻もの数で建造を続けることに疑義が呈されたと考える向きが大勢を占めている。さて、そんな、さらに、新型の FFM の建造計画も動き出した中で、既存のもが2型護衛艦は、6番艦となるアガノが、すでに2022年末に進水を終えており、この2024年3月には実戦配備される予定で、7番艦、ニヨドと8番艦、ユーベツも寄港されている。残る4隻のもが2型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で、2隻が予算上からも建造予定であり、以後は、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として、1747億円が予算上で要求される状態となっている。こうしたもが、2型護衛艦の建造が続く中で、この2024年3月6日に、海上自衛隊の酒井幕僚長が行った記者会見では、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦、もっかみから、
10番艦までの10隻が新造時に装備されないことへの質問が飛んだ。これはもが、2型護衛艦の私兵装である、マーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日の装備とするという対応が続けられていたためであり、一部の SNS 上では、この事態を憂慮する、つまりもが、2型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も聞かれていたゆえだ。もっか、2型護衛艦の、マーク41型 VLS 1機16セルの装備については、そこから運用すべきミサイルの選定に時間を要することを理由として、確かに、今日に至るまで実装されておらず、予算上からは2024年分までで、その調達が組み込まれている状態ではある。海上自衛隊の酒井幕僚長は、この質問に対し、目下、2型護衛艦への、マーク41型 VLS 1機16セルの装備についての時期こそ明言は避けたものの、予算上は、確保済みで、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングでの実装を行うと返答した。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツは、MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つにもが、2型護衛艦を挙げたこともあり、この点は世界でも注視されているようだ。自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したとの情報をキャッチしました。今回は、馬毛島着工から、1年工事の進捗状況と完成はいつなのかを詳しく見ていきますね。いつの間にか馬毛島基地と呼ぶようになり、基地に変化していると感じたのは私だけでしょうか？工事費用も、当初予定の2倍となりつつある中、日本は防衛戦略の見直しが急ピッチで進んでいます。全く、馬毛島売却の話が進まなかったのにね。2024年3月1日、昨年2023年1月12日より、自衛隊の新たな基地として、各種の必要設備の建設が開始されていた馬毛島において、最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したことが、防衛省の報告によって明らかにされた。馬毛島は、行政上の区分では、鹿児島県の西之表市に属する島であり、西之表市は、地理的には、馬毛島から見て、東方向に 12km ほど隔てた種子島北部を主とする自治体で、人口は、2024年2月頭の時点でおよそ1万4千人となっている。この西之表市に属する馬毛島は、日本政府が買収を行うまで、一民間企業のタストンエアポート社が、ほぼ島の全域を所有しており、少数の同社の関係者が居住はしていたが、それを除けば事実上の無人島と言える状態だった。日本政府による馬毛島の買収額は、2019年1月には、最終的に、およそ160億円で決着を見たが、その後も買収契約をめぐっては、二転三転する事態が続いたものの、同年12月、頭に、両社が、大筋で合意に達したという経緯をたどった。これにより晴れて、馬毛島の大半を買収によって取得した日本政府は、防衛省を通して、自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う前提で、2022年月末から、その実施が、同島の自然環境に与える影響を評価する環境アセスメントを開始した。そして、この環境アセスメントの実施と並行して、防衛省側は、
自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設を行う工事事業者を募る入札を実施。その是非に賛否はありつつつも、翌2023年1月から実際の工事に着手した。今回はこの一連の馬毛じまいの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設の第一段階として、工事の開始から1年強を経て最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したという状況であり、マスコミ各社が報道を行ったと言えよう。馬毛島におけるこの最初の仮設の桟橋の一つ目が完成したというニュースは、それまで一民間企業が大半を所有していた道東にとって基本的なインフラが存在しなかった状態を一変させたものだと評価できるだろう。こうした馬毛島の基礎的なインフラ整備に必要な資材は、鹿児島県本土の一菊式の市をはじめ泉、鹿屋市、そして同じ離島の奄美市などで必要なコンクリートブロック等の製造を行い、晴天時に専用船で運ばれている。鹿児島県内に止まらず、こうした必要資材の製造は、大阪府、三重県、長崎県などでも実施されており、最終的には、2023年1月の開始から数えて、4年の工期が予定されており、これを実現し、2027年中の完成を目指している。馬毛島でのこれらの自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事に従事する人員の総数は、道東と隣の種子島で、2023年末の時点で、すでにおよそ2800名規模に達しているが、今後も、最盛期には4000名規模になることが予定されている。その場合、その工事に従事する建設作業員の収容には、3000室の仮設住宅を完備することとなっているが、あくまで仮設住宅であり、その居住環境については、複数人で一部屋を使用する必要も生じ、その意味ではストレスも予想される。そのような環境下で今回仮設とはいえ、一つ目の桟橋が完成を見たことは、作業効率の大幅な向上に寄与するとめされており、離島であるが、故に天候に左右される工事であるものの、24時間を3交代で進める体制が可能となった。そして、この馬毛島への自衛隊の新たな基地としての各種の設備建設工事は、防衛省と国土交通省の2つの省庁が協調する体制で進めれており、必要となる滑走路や港湾設備の土木工事については、受注したゼネコン各社との随意契約が行われている。これらの馬毛島での設備建設工事の費用は、当初の見積もり上ではおよそ1680億円という金額が試算されていたものの、相次ぐ請負事業者とのその後の随意契約によってありがちな展開とはいえ、すでに倍増以上のおよそ3500億円に達したと報じられている。そのため、これも、こうした随意契約での増加に警鐘を鳴らす声が、一部のマスメディアから発せられる状況となっており、2024年度までの累計でおよそ8821億円に上っている総工事費用は、関係者の多くが1兆円を超過する可能性が指摘しているとの報道も散見される。こうした傾向は、馬毛島の県に限らず、沖縄県の在日アメリカ軍の既存の普天間基地を辺野古へと移転する計画でも同様と見され、辺野古への移転工事も、総工事費用は、現時点でおよそ9300億円とされており、こちらも、さらなる増加の懸念が指摘されている状態だ。いずれにせ、よ現在の日本を取り巻く経済的な環境は、これらの工事に対しても、慢性的な人手不足をはじめ、世界的な物価の高騰を受けての資材価格の上昇も確実視されており、費用面で、一部のマスメディアの指摘通りとなる公算は極めて大きいだろう。しかし、在日アメリカ軍の普天間基地の辺野古移設にせよ、馬毛島における自衛隊の新たな基地の建設にせよ、今の日本の置かれた中国の軍事力の脅威の増大を鑑みれば、多少費用がかさんだとしても、取り組みは必須の課題だと個人的には感じる。南西諸島方面の中国からの軍事的な圧力の増大傾向が一層強まると予想される現在において、新たな軍事拠点の整備は、残念ながら進めざるを得ない喫緊の課題であり、防衛費の増額が果たせた今こそ、同時並行で進めていく機会ではないだろうか。さて、馬毛島の自衛隊の新たな基地として、
各種の必要設備の建設であるが、防衛省の計画によれば、今回仮設とはいえ完成した一つ目の桟橋は、道東の北側に設けられる二つ予定のうちの最初のものであることが確認できる。防衛省が公表している馬毛島の計画は、同省のホームページ上では、航空自衛隊の馬毛島基地、仮称の施設配置案として公開されており、これによれば、桟橋は、北側から、島を時計回りにして、3カ所の仮設設置が予定されている。そのうちの北側から、2番目のものが今回完成を見た仮設の桟橋ということのようだが、こうした仮設の3つの桟橋の下、南側には、防波堤を含む大規模な船舶の係留施設や、さらに、その下、南には、2カ所の揚陸施設の建設が明記されている。馬毛島基地、仮称の訓練設備として、その中心となるのは2本の滑走路であり、道東の中心部に、北西から南東方向に位置する全長2450メートルのものが主で、横風発生時に使用する2つ目の滑走路は、北東から南西方向に1830メートルのものが想定されている。これら2本の滑走路の周囲に、馬毛島基地、仮称の運用を支援する、管制塔をはじめとし、基地に滞在する関係者の宿泊等を行う施設が配置され、さらに航空機用の駐機設備である格納庫や燃料貯蔵施設が、その南東側に設置される計画となっている。また、メインの滑走路の南西側には、特定の航空機用の訓練設備が配置される予定となっており、具合的には、ここでは、航空母艦化される出雲、片護衛艦の艦載機とある F-35 ライトニング 2B 型や、C-130 輸送機等の不整地での着陸の訓練等が想定されている。馬毛島基地、仮称の運用を開始する場合、防衛省側では、150人から200規模の自衛隊員を配置することを掲げており、当該の隊員とその家族は、隣接する種子島に設置される宿舎に収容する予定であることも公表されている。日本の多数の離島の例に漏れず、種子島も過疎化対策が希求される島であるため、この自衛隊員とその家族用の宿舎は、西之表市、中種町、南種町の3つの市町に分散して建設され、道東の活性化の一翼を担う点にも期待が持たれている。しかし、何と言ってもそもそも、馬毛島基地、仮称を設置する最大の目的は、在日アメリカ軍の航空母艦が入港時に行う艦載機の陸上離着陸訓練、FCLP 訓練場所の確保なのだが、その日数は、年間でも、数十日と決して多くはない。したがって、日常的には、日本の自衛隊が訓練を行う拠点として活用可能となることに、大きな意義があると思われ、今後の南西諸島の防衛に向けた大きな役割を果たすことを個人的には期待してやまない。ようやく F3 戦闘機の輸出に対する公明党との合意が成立し、15カ国限定での輸出が開始され、3月26日に閣議決定されたとの情報をキャッチしました。今回は、そんな15カ国輸出を可能とした次期戦闘機の話と、日本の戦闘機配備の行く末を詳しく見ていきましょう。次の F 用戦闘機準国産計画の過程で、この3カ国での開発は必要なことなのです。純国産早く見たいよ。日本、イギリス、
イタリアとの共同開発が進められている次期戦闘機 F3 を、防衛装備移転三原則に則って行われる第三国への輸出について、自民党と公明党の間で同意が得られていなかったが、次期戦闘機については、輸出先を国連憲章に沿った移転協定などを結んだ国のみとすることを柱として検討することで、これまで輸出に難色を示していた公明党が要求していた歯止め策として提示したことで合意を得た。そして、2024年3月15日に、自民党の都会政調会長と公明党の高木政調会長が会談をして、公明党側が歯止めを設けることで輸出を容認する合意が得られたことを表明し、両政調会長は私たち与党の方も、こうやって合意をしたからには説明責任を負うということで、しっかりとした説明を自民党と公明党で国民の皆様方にしてまいりたいと述べた。この政府与党の合意によって、3月26日に閣議を開き、第三国への次期戦闘機の輸出を容認する方向性を閣議決定で示し、国家安全保障会議 NSC を招集して、正式に次期戦闘機における防衛装備品移転三原則の運用指針を改正した。この運用指針によって、次期戦闘機の輸出ができるようになったのは、日本が国連憲章に沿って、防衛装備品の移転協定をすでに交わしているアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、アラブ首長国連邦、UAE の合計15カ国である。政府では、イギリスとイタリアを除く、これら15カ国から、次期戦闘機導入の打診があった場合、戦争や紛争の当事国で、ないことを条件ではあるが、個別に、与党間で協議を実施した上で、閣議決定により承認していく方針が打ち出された。具体的に説明すると、厳格な意思決定のプロセスを進めるために、政府が輸出を可能とする場合に加え、実際に戦闘機を第三国に輸出する際にも閣議決定するほか、この方針の対象は、次期戦闘機だけに限られ、輸出先を前とした15カ国に絞るとともに、戦闘が行われている国には輸出しないというものだ。さらに、今後、新たに、日本と移転協定を交わした国への輸出も可能になる予定であり、これによって、イギリスとイタリアが抱いていた次期戦闘機共同開発に対する悪影響への懸念が払拭されるだろう。また、自民党内においても、日本政府が次期戦闘機の輸出を拒んだ場合には、日本が提供する最新技術が見返りなく奪われるだけでなく、将来の他国間における防衛政策に、大きな禍根を残すことになると指摘されていたが、歯止めがつけられたものの、輸出への道が開けたことで安堵する声が広がっている。これに対して、野党からは、15カ国に絞ったと言っても、新たに協定を結ぶことで輸出国を増やすことは可能であり、何の歯止めにもならないだろう。戦闘が行われている国には輸出しないというが、輸出後に戦闘が行われたケースはいくらでもあり、これもまた歯止めにはならないと指摘されており、今後も政府と自民、公明両党は国民に対する丁寧な説明が必要である。次期戦闘機の開発は共同開発機関が今年の秋頃までに発足される方向で最終調整に入っているが、本部はイギリスに置かれて、組織のトップは3カ国から交代で就任することが決まっていて、最初のトップには日本人が就任する方向で進められている。2024年12月9日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府から、次期戦闘機の開発においては、グローバル戦闘航空プログラム GCAP と称されるプロジェクトが立ち上げられ、これまで日本が進めていた次期戦闘機開発計画と、イギリスとイタリア及びスウェーデンの間で、ユーロファイタータイフーの後継機として共同開発が進められていた。BAE システムズテンペスト開発計画が統合され、共通の戦闘機を共同開発することが発表された。現時点で、スウェーデンは共同開発計画には参加していないが、この GCAP に各国から参画する日本企業として、次期戦闘機開発計画において、もともと契約の主幹であった三菱重工が、新たに主契約者となって機体を担当することになったほか、IHI が、
エンジン、三菱電機が電子機器を担当することが決定した。また、イギリスから参画する企業として、機体については BAE システムズ、エンジンはロールス・ロイス、電子機器はイタリアのレオナルド S.PA のイギリス法人がそれぞれ担当することになった。一方で、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが開発に参加するほか、次期戦闘機用のミサイル開発として、イギリスに本社を置くヨーロッパの武器製造企業である MBDA も参加する予定だ。さらに、日本、イギリス、イタリア各国政府から、前途した GCAP を推進させるための政府間組織を、今年の秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと報じられていたが、その共同開発を管理するために設立されることになった国際機関 JIGO の設立条約が、昨年末に署名されたことが各国政府から発表された。JIGO は、本部をイギリスに置き、当初の組織のトップには、日本人が就任する方向で調整しており、2024年内に正式合意する見通しとされている。また、次期戦闘機開発の中核となる日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズに加えて、イタリアのレオナルド S.PA も、この JIGO からの指示に基づいて、機体の設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるらしく、この JV も本部機能はイギリスに置かれ、こちらの初代トップには、イタリア人が就任する方向で進められている。なお、JIGO と JV それぞれのトップについても、数年ごとに、3カ国が交代で務めることになっている。今回 JIGO や各国企業による JV に関する組織トップの持ち回りなど、表向きは、3カ国のバランスを取った形となっているものの両組織の本部がイギリスに置かれたことについて、これまで日本政府が次期戦闘機開発において掲げていた日本主導の開発という大きな理念が後退する可能性があると指摘されている。3年ごとにトップが交代しても、本部がイギリスにあるため、開発の主導権をイギリスに握られるのではないか?と懸念を示す軍事評論家も出てきているが、これまでの戦闘機開発の経験から見て、3国の主幹企業の中で、ノウハウが最も集積されているのは、BAE システムズであるので、仕方のない気もする。今後、JIGO では、機体設計に求められる要求項目などを整理し、JV に、設計や製造などを発注する運びとなり、防衛省は、来年度予算の概算要求の中に、共同開発機関の運営拠出金を計上し、イギリスとイタリアも、同程度の金額をそれぞれ負担する方向で調整しているようだ。また、次期戦闘機における各国の要求が違ってくる可能性があることを指摘する声が、一部の軍人評論家から上がっていて、空自における次期戦闘機の位置づけが、F2 戦闘機の後継であるとすれば、対艦攻撃能力が必要となるが、共同開発で作られる次期戦闘機に、それが盛り込まれるかは不透明らしい。しかし、このことについては、仮に、次期戦闘機が空戦能力重視の星空戦闘機であったとしても、空自が現在納入を進めている。アメリカのロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が星空戦闘のみならず、対地、対艦攻撃も兼ね備えられている多用途戦闘機であるため、問題はないだろう。